い、こんにちは、レトスドームです。今回なんですけども、農地法の許可が不要な場合について解説いたします。これまで3条許可、4条許可、5条許可と許可が必要な場合について基本的には解説してきたんですね。で、今回は例外的な話、例外的に許可が不要な場合について解説させていただきます。ここが3条許可が不要な場合、ここが4条許可が不要な場合、ここが5条許可が不要な場合ということになります。まずここですね、この部分については、3条許可も4条許可も5条許可も不要な場合にあたります。それは土地収用法により収用転用する場合、この場合はもう3条4条5条すべて許可不要となります。例えば都市計画でここ道路を作りたい、ちょっと大きな道路を作りたい、でそこの中に農地が含まれていました。そういった場合っていうのは、この農地を買い取って道路に変えていかないといけないわけですよね。で、ここで農地を買い取って、で道路に変えていく、転用していくっていうのは、土地収用法によって収用、これ買い取るってことですね、買収していく、で転用するわけですよね。なんでこういった場合は許可はいりませんよっていうことになっております。まあ、今言った内容は5条の内容なんですけれども、3条も4条も対象になってくるので、まあ、これは頭に入れていただければと思います。で、続いてこれは3条のみなんですけれども、国とか都道府県が権利を取得する場合、まあ、農地だったり再生放牧地を取得する場合、この場合3条許可不要ですよ。で、続いて国とか都道府県が道路、農業用用排水施設などのために転用、または取得して転用する場合、こういった場合も4条許可、5条許可は不要ですよってなってます。まあ、基本的に内容的にはもうほぼほぼ一緒って考えていただいて構わないですね。この3条っていうのは転用がありませんよね。なんで転用の内容書いてないです。で、こっちは転用の内容が書いてあります。具体的に道路とか農業用の用排水施設とか、そういう目的で転用するっていう場合は農地法の許可はいりませんよってことですね。で、この農業用の用排水施設ってどんなものかっていうと、広い農地が広がっている、まあ、そういった場所があって、まあ、そこにちょっと、水をやるための排水路、用排水路を作りたいって言った場合ですね。そういった場合、一部農地を買い取って、で、そこを農業用の用排水路の施設にしちゃうといった場合なんですよね。そういった場合がこれに当たります。で、続いてここですね、3条ちょっと2つ見ていきます。まず遺産分割、相続で取得する場合、つまり親が農地を持っていて、親が亡くなりました、死亡しました、で結果として自分が相続したっていった場合ですよね。まあ、こういった場合っていうのは3条許可いらないんですね。農地を使用する人が親から私に変わります、変わるから3条許可の対象なんだけども、この場合は3条許可はいりません。ただし農業委員会に届け出はしてくださいねっていうような内容になってますんで、この点は注意しておきましょう。単に許可が不要だけじゃなくて、届け出まで必要なんだってことですね。で、遺産分割についても基本的な相続関係ですよね。なんで、まあ、これはもうまとめて頭に入れていただければ大丈夫です。遺産分割っていうのは遺産分割協議をして、その結果自分が農地を引き継いだと、まあ、そういった場合です。なんで、まあ、一緒に覚えていただいて大丈夫です。で、続いて農事調停によって農地とか再生放牧地を取得する場合、この場合も3条許可不要なんですね。で、農事調停っていうのは、まあ、農地とか再生放牧地に関する争い事、これを裁判所を通じて、まあ、話し合いで解決していこうっていうような内容なんですね。まあ、調停なので、まあ、調停委員っていうのも人がいるんですけれども、で、それとは別に裁判官もいます。このように、まあ、裁判官も含めて話し合いをして、その農地誰のものにするのかっていうのを決めていく、まあ、それによって農地を取得したと、まあ、この場合も3条許可は不要になってきますよってことですね。で、続いて4条許可が不要な場合を2つ解説します。農業者が2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合、この場合4条許可不要なんですね。例えば農業者が 2R っていうのは200平米なので、200平米未満の農地を、例えば豚とか牛とかを飼育するための建物、施設を作るために転用したとか、まあ、そういった場合、この場合は4条許可は不要です。また再生放牧地の転用についても、まあ、これそもそも4条の対象ではありませんので、4条許可は不要です。
これは4条許可の動画でもお伝えした内容です。なんで、まあ復習ですね。で、次、5条許可のところで、5条許可についても、これ、動画でお話したんですね。5条許可の動画でもお話していると思うんですが、再送放牧地を取得して、で、農地に転用する場合、この場合っていうのは、5条の対象ではなくて、3条許可の対象なんですよね。なんで、これは5条許可ではありませんよ、ということで、まあ、注意点として、ここに記載をしておきました。まあ、これは5条許可の動画でもおそらく言ったと思うんですよね。まあ、3条許可のところでは言ってます、この内容。なんで、まあ、復習になります。で、ここに書いてある内容は、もうすべて重要です。まあ、国とか都道府県に関する内容っていうのは、まあ、これは許可不要っていうのは、もうある程度イメージできると思うんですよね。それ以外の部分ですよね。頭に入れなければいけない部分は。例えば、三条許可が不要になる部分で言うと、相続関係で取得する場合。まあ、この場合は三条許可不要ですよ。ただし、農業委員会には届け出てくださいね、とか。まあ、こういった部分ですよね。で、農地調停については裁判所が絡んでくる内容なんで、まあ、裁判所が絡んでですね、農地を取得する場合っていうのは、三条許可不要ですよってことですね。まあ、このあたりもイメージしやすいんじゃないのかなと思います。あと、この 2R 未満の農地を農業用施設に転用する場合。これもよく出題されるので、このあたりもしっかり頭に入れておくこと。また、この再送放牧地の転用っていうのは、そもそも4条許可の対象じゃないですよねと。だから、4条許可は不要ですよってことですね。あと、再送放牧地を取得して、農地として利用する場合。この場合は、5条許可の対象じゃなくて、まあ、3条許可の対象になるんだ。まあ、こういった部分ですね。これ、しっかり頭に入れておきましょう。このあたりは試験でもよく問われる部分なんで、何度か動画を見ていただいて、復習していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。宅建合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。